トロスでかいぞ。オーケービッグ、やったー、だでけえ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 ぞアトロス、でかいぞでかいぞ。おい、どうですか、8位マス。ありがとうございます、よかったです。アンドルすごいじゃん、70。おお、もうリトアニアの巨人と V シンプです、日本の鈴木です。入れ食い入れ食い入れ食いだよ、でかいぞ。さすがルドラ、ルドラの鬼、このルア釣れるでしょねえ。昨日ね、頑張って買いに行ったん、仕事の合間に。お、でかい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 、あーでかい、すごい、ナイス。あ、飛ぶようになったね、すごい飛んでる。うん、おしゃ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 、お、外れた。お、またかかった。あー、もう一回投げろ、もう一回投げろ、もう一回投げろ。原さんかけてるから今チャンス。オッケーオッケーオッケー。えい。で、慣れてきたら一回投げてるそのルアーが半分ぐらいのとこに来たなってぐらいのとこでちょんって一回だけアクション入れてみるとか。お、バレた。食いに来てたよ、あっちゃんの。投げろ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 、みんな、原さんまだかけてくれてるから。この船の周りに今寄ってますよ、お魚。アンドレス全部自分のね、この前買った道具で買っつったからよかったね。その竿をさ、でかいのかかったら折れちゃわないかなって心配だったんだけど、ちゃんと船まで連れてきてくれ。青の、あ、美味しい魚原さん釣ってくれましたよ。イラダ持って帰ってくださいよ、ブリのちっちゃいの、美味しいよ。ありがとうございます。いや、それちょうどちょうどいいサイズですね。まな板サイズ、まな板サイズ、マジジョイクロは触んないです。案外イワシパターンなんですかね。そうでもない、あー、この下に。オッケーオッケー。いやー、もうだいぶ慣れたもんですな、漁師みたいな。あんちゃん、その竿ね、4本継ぎだから、たまーに継ぎ目が緩くなってないか、キュッキュッて締めてあげてね。たまーに緩んでるとスポーンって抜けちゃうことがあるから。よっしゃ、入れ食い入れ食い。そうっすね、これちょっと一発。あ、おいしいぞ、これも。サワラ、これもおいしい。おいしい魚ゲットじゃないですか、これ。はい、おいしい魚、持って帰りましょう。これちゃんとディーパーチーム持って帰ってちゃんとさばいたら 3点盛りできますよ。サゴシ、ナダ、シーバス。浅いとこだとね、あとヒラメとか、あとコチなんかも釣れるんですよ、ルアーで。コチ美味しいですよね。うん、まあね、あれはそこにいる魚だから、どちらかっていうとそこをコツコツ狙うような。おー、すごい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 、入れ食い入れ食い。いやー、ちょっと雨予報出てる時とはどうなるかと思ったけど、これぐらいだったら全然我慢できるぐらいで、バチ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 っていう感じで、しかも釣れないとかだったらどうしようと。
連れてくれてるとアドレナリンも出るからなんかこう、から全然寒いとか忘れちゃいますよね。おっしゃおっしゃおっしゃ巻いて巻いて。おっしゃおっしゃあっちゃ来たあっちゃ来た。うー巻きすぎ巻きすぎ巻きすぎ。あ巻きすぎ。いや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 そんな出さない。そのうん。あっちゃんそのまんま待ってりゃいいからちょっと。これ一回フック曲がっちゃってるからフック直してエンチで。じゃあゆっくり巻いていきましょう。おお今度のも引いてるよ。じゃあこの竿をちょっとここら辺片して。いいね引いてるよ。あ船長でかいさんまた来てくれた。おお今度のもでかい。今度のも綺麗な美味しそうな魚ですよ。はいはいありがとうございます。はい。だいたい一緒のやつ。これすげえ。おっしゃおっしゃでかい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 。でかいの来たぞ。ジョイクロータ来たな、でかい。でも、普通ジョイクロフィッシュは取りたいですね。いや、あるよ、あるあるある。ちゃんと取りたい。はい、ジョイクロー日本 SF ですね。いい、ジョイクロフィッシュ。いい、ジョイクロフィッシュ。ありがとうございます。中学校の時にあったオールスター渋いっすね激渋っすね。延長してこれちょっととんでもねえ何十年分以下に仕事させてるって。オールスター渋トーマスモデル渋トーマス誰だか分かんない渋いDトーマスだと思ったらジョートーマスって誰だこれと思って。ジョイクロ全然余裕っすか。昔の竿って本当丈夫にいい。そうね、ちょっと手間があるから、